自分がどうしたいかっていうのが大事。皆さんこんにちは、元宝塚男役現役アイドル永遠の30歳彩花まやです。今回は質問箱にね、すごく気になる相談が来ておりましたので、そちらをご紹介したいと思います。逃げるのは良くないことなんでしょうか。今の環境に我慢して我慢してきたけど、そろそろ限界です、という言葉をいただきました。これを言うとね、めちゃくちゃ叩かれるんじゃないかなと思って、あんまし言わなかったんですけど、私はね、いろんなことから逃げてる人間です。今ね、この動画を見てくれてる人たちが私をね見てどういう印象を持ってくれてるかなって思うんですけど、今ねすっごく楽しそうに好きなことばっかりやって、お金をねいただいて、そしてハッピーに生きている、そういう風なね印象を持ってくれてる人が結構ねいるみたいで、本当にありがたいですけど、その背景にはたくさんのことから逃げてきた私がいます。そう、例えばアルバイトがね本当に辛くってもう嫌で嫌でしょうがなかったんですけど、そのマックスね、もう生きるためにやるしかなくて、でも芸能界が諦めきれなくて正社員とかになれなくて、アルバイトを3つ掛け持ちしていたことがあります。もうそのね3つは、1つが、24時間のバーと、もう1つが、エステのジムと、もう1つがちゃんこのランチタイムとか、あとそれと別とかね、その並行してとか、こう3つぐらいを掛け持ちをね、こう1つやめてもう1つやってみたいな感じでいろいろやってたんですけど、もうどうしても合わなくて全然続かなかったんです。もう本当に早いところはね1ヶ月ちょいでねやめてしまったりしておりました。もう本当にね、私にはアルバイトが向いてなくて本当に辛かったんです。でも生きるためにはやらなきゃいけなくて、電気とかガスとかね止まりながらやってた時代もありました。でそういうことからもうやめたくって、でなんとか今に至って、やっとアルバイトをやめてご飯が食べれるようになったんです。でもそこに戻りたくないから、私は必死でこれからもこの活動とか新しいこととかももしかしたら見つけるかもしれないけど、やり続けていくんじゃないかなと思ってます。そしてもう一つ逃げてたことが人間関係です。私はねコミュニケーションがあんまり上手じゃなくて、とっても今よりもマイナス思考で、一度関わった人からはね全員からなんか嫌われてるんじゃないかって悩んじゃったり、なんであの時あんな言葉言っちゃったんだろうってね、すっごい悩んで3日3晩寝れなくなったりするような人間だったんですよ。今は本当にそういうことがなくなって、っていうのはもう本当にすごいオープンにしてね、何でもさらけ出すようにしたらすごく楽になって、そしてその人たちから嫌われてるような気がしてたけど嫌われてもいいやって心から思えるようになったっていうことがすごく大きいことではあるんですけど、あともう一つ大きいことが逃げたっていうことなんですよね。なんか例えば不特定多数のパーティーだったりとか、あとはすごい久しぶりのね、なんか全然あまり連絡も取ってなかった人たちからのお誘いだったりとかね、あとは、なんだろう、なんかお手紙とか年賀状とか、そういうことからね、昔はすごい気を使って頑張ってなるべく誘いは断らないように足を運んでいたり、年賀状も頑張って出してたんですけど、ある時からもらったものだけには返そうってなって、ある時からもう返さない、何も年賀状は書かないっていう風にね決めてしまって、今はね年賀状から LINE とかのね挨拶とかは返したり、自分がね送るべき人とかには送ったりはしてますけど、年賀状っていうシステムを私の中では廃止しました。そう、というように私はねとっても嫌なことから逃げています。
そのアルバイトと人間関係から逃げたらすっごく楽になって、今私の周りにいる人たち、そしてねこう今仲間としてね受け入れてもらってる人たち、友達として受け入れてもらってる人たちっていうのは本当に少数ですけど、すごい大切な存在で、とても楽に接することができたり、まあ、新たにねもちろん出会って新たな仲間になる人たちももちろんいますけど、そういう人たちにも今までのようにすっごい気を使って一生懸命こう自分を着飾って作った自分で仲良くなってからこうだんだん自分が出てくるのってすごいしんどいじゃないですか。最初からこの自分で接していくとすごく楽に接することができる。そして最初からこういう自分で好かれればその人と友達になれるっていうような感じで、もう自分を作るのをやめたんですね。なので自分が背伸びしたりちょっとよく見られるっていうことから逃げました。まあ、そんな感じでね、いろんなことから逃げてます。例えばね、一つ実は去年ずっとねやめたくてやめたくてもうどうしようかなって悩んでたことがありました。何かっていうことがねあんまり言わないようにしますけど、あることからずっと逃げたいなって思ってました。でいろんな人に相談してもういいんじゃないって言ってもらいました。ですごい悩んで悩んで結局やめませんでした。なんでかって言ったら、やっぱね悩んでるうちはやめるべきじゃないなって思ったの。今までね私が逃げてきたものってね、もうやだやめるパッって自分で決めて自分で行動を起こせてたんですけど、人に相談するほど踏ん切りがつかないんであればまだ今がやめる時じゃないって思いました。なので自分がちゃんと決めたら、もう宝塚もそうですよね、自分がちゃんと対談するって決めたらその場で誰にもね相談することそんなになく、一応報告は先にしますけど、相談することもそんなになくすっと辞めることができたみたいな感じで、人はやっぱりね人に相談してああどうしようでもなって思ってるうちに辞めたり逃げたりしてしまうと後悔が残る可能性が高いと思うんです。だから全て自分で決めるべきです。例えば私はね今このピアノすっごい辛いです。ピアノの練習もうやったことがほとんどない、この弾き語りっていうねジャンルとほとんど読めないこの楽譜たちをね一生懸命こう読みながら、右手と左手が動かなくって、もう毎日ね手が筋肉痛になりながらね、もうぐちゃぐちゃになりながら必死でやってるの、すごい辛いの。でも自分で決めた、これはやるって、でやりたい、今もやりたい、だからやめませんし、すっごい辛くてもできた時にきっと楽しいだろうなっていうこの自分のね思い描きがあるから絶対やめない、すごい頑張ります。4月11日のね生誕祭で絶対みんなにね弾き語りをね綺麗に私が弾いてるところを見てもらうって決めてるからね、やめません。アイドルってね名乗ってこういろんなところで歌って踊ってしてるのもいろんな人から痛いって叩かれます。30歳過ぎてね元宝塚が何やってるんだっていっぱい言われるけど、自分の決断でやめません。私の夢は2500人の前で一人で自分の歌を歌うことなので、形は変わろうともきっとこの活動はやめません。でアイドルっていうことに関してはむちゃくちゃ執着があるかって言ったら今はすごい執着があります。アイドルマスターっていうもう大好きなゲーム、私がねいっぱい救われてきた大好きな大好きなゲームアニメ、この憧れのキャラクターたちがね背中を押してもらってるんですよ。だからアイドルっていう形はやめたくないの今は。でもある時突然やめようって自分で決められたらやめてもいいと思います。つまり何が言いたいかっていうと、今私がここにいてこうやってすごい幸せに毎日楽しくねやりたいことを一生懸命やることができて、そしてこうご飯を食べれてる、生きていけてる、こうやって YouTube 専用の部屋が持ててるっていうのは自分が全て決断してありとあらゆることから逃げるという選択も自分がして、そして自分で決めた道を選んで進んでいる結果だと思っています。だ
から今質問してくださった方も逃げたいって思ってね、自分が決断してその先のことを思い描けるのであればやめていいと思いますし、逃げたらいいと思います。その踏ん切りが全くつかなくって悩んでいるのであれば、一度もう一度自分の心とねしっかり向き合って考えていくべきだと思います。人のアドバイスとか人に言われたことでどうしようかなと思っていながらも決めた決断っていうのはすごく曖昧なものだって思ってください。もう一度自分自身と話し合って自分で決断して自分の足で歩くっていうことを意識するといいと思います。私もねもうまだまだいっぱい悩みもあるしね、悪いところもいっぱいあるし、逃げたいこともちょっとあったりするんですよ。でもそういう時は人にももちろん相談することもあるけど、結局自分でちゃんと決めてもうやったことは、やろうがやる前が、逃げようが進もうが、なんて言うんでしょう、やっぱりやめたくないと思って決断して進んだことも、もうやっぱ無理だやめようと思ってやめたり逃げたりしたことも全然後悔がないんです。でもあの時なあの人に言われたから、あの勢いでやめちゃったしとか、勢いでやっちゃったんだよなっていう悔いっていうのは、一番自分にもその相談した相手にも失礼だし、とても悲しいことだなって思うんです。なのでぜひ皆さん自分で決めた人生を歩んでほしいって思いました。ということでね、長らく語ってしまいましたけれども、私はこれからもね自分で決めた道をしっかり歩んでいきたいと思っております。一緒に頑張りましょう。この動画がいいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録